橋です。私の、お気に入りのシューズは、こちらです。こちらは、オールデンの、タッセルローファーになりまして、革は、コード版のブラックを使用したモデルになってます。一応、ローファーでありながら、ジャケパンのスタイルの時は、まあ、ややこう締まった印象で、スーツに着用した時は逆にことややちょっとこう外しの要素となるような靴となってまして、非常に汎用性の高いモデルということで、非常にちょっと長く私の方も愛用しております。一応まあコード版を使用してるんで、ちょっと多少天候に左右されて自分自身もちょっと気にするところとかもあるんですけれども、まあ、昔はそれこそ雨が降ってきたら靴を脱ぐなんていう時もありましたけど、今はもう気にせず着用をするようにしてます。で、一応まあコード版なのでしっかりこうケアをして手入れをしていただけると、やっぱりちょっとこうコード版独特のちょっとこうぬらっとしたツヤがこう出てきて、そのエイジングもケアしながら非常にこう楽しめる一足かなと思ってますの で、 まだ実際、履き始めてもうどうでしょう、10年近くなるんですけど、オールソールはまだ1回もしていないので、これからまたちょっとこう履いていきながら、悪くなったところを直しながら、徐々に手を加えながら、自分のシューズになっていければいいかなと思いますので、これからもちょっと長く使用していきたいと思います。皆様こんにちは、リングジャケットマイスター博多店の井上です。私の、お気に入りのシューズですが、こちらです。ブラックスウェードのウィングチップです。あんまりこうブラックスウェードのウィングチップってこう市場に売ってなくてですね、でまあ、こちらの靴はもう5年ぐらい私も履いて靴なんですけど、まあ、大体週2回ぐらい履いてます。で、一番の、利点はもうケアが非常にしやすいということと、まあ、ブラックスウェードですからもうブラシだけで十分メンテナンスもできますし、でコーディネートの幅も、スーツから、ジャケット&パンツ、場合によってはコーディネートの中ではジーンズなんかも組み込んだりして、非常にこう幅広くコーディネートできるのが魅力と感じております。でブランドはクロケット&ジョーンズなんですけども、まあイギリス靴で少し重みのあるがっしりした靴なんですけども、このがっしり感も非常に歩いてる時なんかに自分としてはこうすごく履き心地が良くてフィット感があっていいなと今でも感じてます。だいたいソールももう1回張り替えてますので、まあ、すごく自分の足に馴染んできたところで、まあ、これからもどんどん店頭でも履いていこうと思っております。またこれをご覧になられたら、あ、これですね、例の靴って一声かけていただけると嬉しいなと思ってます。ぜひ皆さんもご参考にしてください。ありがとうございました。リングジャケットの富岡です。私の思い入れのある靴はこちらです。まあ、ローファー、スウェード、コインローファーです。まあ、ブランドは JM ウェストンです。まあ、特に思い入れのあるっていうところで言うと、この丸みと、まあ、自分の足がこの靴によって変形したっていうことです。まあ、一つ目のこの丸みっていうのは、まあ、まあ、こちら、まあ、つま先の部分非常に、まあ、こうラウンドしています。全然、まあ、シュッとしてません。まあ、なんかこのボテッとした感じっていうのが、まあ、まあまあ他の靴ブランドでももちろんあるとは思うんですけど、このウエストンとしてのこの丸み、まあ、昔のどうでしょう、チャーチなんかも、まあ、すごくボテッと丸い感じだったと思うんですけど、まあ、このウエストンにしかないこういった丸みっていうところに非常に惹かれて、まあ、買いました。で、まあ、買ってこれ 10年ほど履いてますけれども、
まあやっぱり履かなかった年も履かなかった、まあ、月単位で見ても履かなかった時はないっていうぐらい、まあ、ずっと履いてます。だから どの時代の、まあ、トレンドっていうか服にも合わせられる、まあ、丸みがあるので、まあ、非常に気に入ってますし、あと10年、まあ、あと20年と履いていきたいと思ってます。でもう一つは足が変形したっていうところなんですけど、まあ、ウエストは、まあ、噂通りというかめちゃくちゃタイトフィッティングで、まあ、進められます。なのでもう足がもうめちゃくちゃ痛く、自分でストレッチャー、まあ、サイズこれで4とかなんですけど、まあ、6、7、8ぐらいの、シュートリーを友人に借りてそれを強引に入れて伸ばしてなんとか自分の形には合わせたんですけど、まあ、合うまでにもう自分の足の骨なんですかね、骨というかなんかがもう変わってしまって ぼっこり出てしまったという、まあ、思い出もありますので、非常に愛着のある靴でございます。以上です。グランフロント大阪店の、藤木です。私の、お気に入りのシューズはこちらです。ジョージ・クレバリーの、通称レジーマン、訳すと怠け者と言われているシューズになります。こちらを、僕が選んだ理由としましては、私が、怠け者ではだからというわけではありません。何かこうスーツでも、ジャケットでも合わされる靴で、まあ、ちょっとブラックの靴でちょっとこう締めたいなと思っていたところに入ってきたのがこのレイジーマンです。で、まあ、ご覧いただいて分かるように、まあ、紐がこうダミーになっているので、まあ、サイドゴアになっていて、まあ、脱ぎ履きもしやすく、なおかつ、まあ、スーツに合わせても非常にドレッシーで、ジャケパンに合わせていただいても、まあ、非常に締まった印象になるので、まあ、本当に、はい、試着してもう即購入を決めました。本当にもう何でも合わせられるので、まあ、よく履きますし、まあ、ストレートチップほど硬すぎず、本当に、今のこう気分に合わせられる靴かなと思ってよく履いております。こちらの店頭でも見ていただけるので、またお時間あれば見ていただければと思います。ありがとうございます。